ジャン君。ジャン君。ちょっとうろうろしています。今日も人が、大工さんが来たりとかバタバタしました。そうするとジャン君は終わってから興奮します。なんかうろ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 したりま。確認してんのかな。そうだね。何があったのかチェックしてんだね。知らない人の匂いもするしね、うん、もう大丈夫ですからね。もう当分人は来ないから大丈夫だよ。そうそう、下のね工事は多分もうちょっと続くかもしれないけどね。さああと10分ぐらいで生配信始めます。昨日、停電でやっぱり、ドキドキしたんでしょう、ジャン君はね。その後こんな状態でした。その後ぐっすり寝たけどね、停電の方はですね、本当にこの町と、あと2つ3つの町ぐらいのすごく狭い範囲での停電だったそうです。この、原因がまだちょっと分かっていないんですけれども、なんだろうね、そんな停電ってあるのかっていうことですね。さあ、なんかこっち音がしてたけど、あれカリカリ食べてるよ。ポンちゃん、ポンちゃんはマイペースです、うん、だいぶ根性座ってます。おじさん移動移動、そこのスギニャンの途中のところでずっと寝てました。ここ、ね、前もここだったね。だいたい、動じません、ポンちゃんはね。この間はここだったよ。あ、そう。あ、俺がね連れてったの。ここ踏みそうだから。あ、前の時は、うん、そっか、今日はそこにずっと自分でね、自分から行ってた。はい、ということで生配信始めます。ジャン君、そろそろ寝る時間が近づいてきていますよ。ジャン君、そろそろお休みしましょうか。